アルマータはロシア連邦軍の先進的な軍用重装機車両のプラットフォームとなる試作車両である。アルマータプラットフォームは同一の車体を基本とする同じコードネームのもと主力戦車や銃不評戦闘車、装甲回収車、重装甲兵員輸送車、戦車補助車両、また幾種類かの自走砲などの基礎機材になることを意図している。またこの車両は 砲兵部隊、防空、および NBC 防護システムの基礎機材として用いることも意図している。この戦車の名前であるアルマータは、ギリシア語のアウマの複数形、兵器を意味する単語から命名されている。またこの語は、古いロシア語で14世紀の銃を意味している。この語はジャーナリストによって、アルマだと、たびたびご記されてきた。2009年以降、 アルマータ戦闘プラットフォームは、ニジニタギルにある、ウラルバゴンザボート社のもと、設計と開発が行われていた。これに基づいて作られた重戦闘車両の試作車は、2013年11月、ニジニタギルで開かれたロシア兵器展示会にて、公開され、2014年11月には、自走砲タイプのニ s ス35コアリツヤ SV の走行試験が行われた。 最初の24両は2種類の異なる形式であり、2015年のモスクワ対独戦勝70周年記念パレードで公開され、同年中に32両の生産バッジがロシア陸軍部隊に配備されると推測される。国による試験は2016年開始が予定され、同年終わりまで続行される。ロシアのメディアは2015年もしくは2016年に 量産配備が始まるだろうと報じている。総計2300両の主力戦車が2020年までに配備されると期待されており、ロシア軍戦車部隊の70%を近代化する予定であった。ウラルバゴンザボート社の工場では T-14 戦車を年間約500両出荷することが予測されていた。2018年現在、財政赤字などから 大量生産には入っておらず計画は2025年に延期された。ロシアのユーリ・コバレンコ中将は、アルマータ戦闘プラットフォームは、数量生産されたに止まった T-95 戦車の多くの成果を利用していると発言しており、主力戦車型では弾薬区画が上院から分離され、運用上の安全性を増した一方、エンジンの出力増強が図られており、 走行や手法及び自動装填装置が改良されている。先行の報道によれば T-14 と呼ばれる新型戦車は開発停止となったオブジェクト195または T-95 よりも設計において急進性や野心性を減らしており車両重量は減らされている。これによって野心的であった T-95 と比べて より軽快で生産しやすくなることが予想されている。加えて、クルガネツ -25 早期走行車用は、新型のアルマータ戦車と高い共有性があり、初手のモデルに変更することにより、段階的に BMP や BMD、MTLB、そして他の形式の早期走行車と代替する予定である。クルガネツ十五はモジュラー走行の装備が予定されており、 これは特定の脅威のためにアップグレードされる。また、1門の 2A40 リ 30mm 機関砲と4機のコルネット EM 対戦車ミサイル発射機が装備されている。この戦車は遠隔操作される無人砲塔を装備しており、別に隔離された区画に登場している搭乗員のデジタル操作により遠隔操作される。これは、 最終的に完全にロボット化された車両の開発へと至るとされている。アルマータプラットフォームによる車両は、第5世代ジェット戦闘機のスホイティ -50、試作機で確立されたレーダーや他の技術品を搭載しているものとされており、これらには、アエサレーダーに基づくカバンドレーダーが含まれる。機器は2015年には準備される予定である。 アルマータは 44SSVSH と呼ばれるスチールサイエンティフィックリサーチインスティチュートエンタープライズの開発した新型の軽量装甲を用いるとされる。この装甲は極度の低温下でも性能が劣化しないという特徴があり、ロシア軍の北極に対する関心を示している。アルマータ戦車には遠隔兵器ステーション式の無人砲塔や自動操縦装置の他にも、 搭乗員を保護する、装甲化されたカプセルを装備しており、無人砲塔には 125mm 砲が装備され、蛍光弾数は32発である。戦車の弾薬に加えて、手砲からは、新型のレーザー誘導ミサイルが発射可能であり、タンデム式対戦車弾頭を持つ、射程 5000m のものが製造される予定である。また、 副兵装は一門の 30mm 機関砲と一丁の 12.7mm 機銃で構成されている。ありがとうございます。